はい、皆さんこんにちは、ゴルフタットです。ミーボプラスとトラックマン、メタルドットを貼って測定するとどう変わるのか、動画にしてみましたのでご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、メタルドットっていうのはですね、まあ、このここにあるようにですね、このアルミみたいなこのちょっと厚みのあるシールなんですけど、これをボールに貼って測定すると、まあこのトラックマンでもですね、このミーボプラスでも正確に測れるよというようになっています。で、まあトラックマンでは推奨、フライトスコープでは貼らないと、スピンが正確に測れないよというふうになっています。ということでですね、この、まあ、このボールの後ろにこのトラックマンとミーボプラスをこう並べておきまして、メタルドットを貼って、でこのドットをですね、このターゲットに向けるね、こういうふうに置いて打ってみました。はい、それで結果がこちらです。まずこれがトラックマンの結果で、ですね、このメタルドットシールのある方が、ここがメタルドットあり、こちらがメタルドットなし。で、これがトラックマンの結果で、はい、これが同じく、メタルドットありの、ミーボプラスの結果。で、こっちがミーボプラスのメタルドットなしということです。それでは個別にデータを見ていきます。はい、まずですね、グラフの見方なんですけど、グラフが4本あります。左がですね、トラックマン、右がミーボで、さらにこの左側、このメタルドットがついてるのが、トラックマンのメタルドットあり、ここがトラックマンのメタルドットなしと。で、これがミーボのメタルドットあり、ここがミーボのメタルドットなしと。というふうに並べてあります。で、まずクラブスピードとボールスピードなんですけど、ボールスピードはですね、メタルドット貼った方がちょっと速い傾向があるんですけど、まあ、あんま変わらないですね。で、ミーボプラスになってからですね、測定の精度がだいぶ上がりまして、まあ、数字的にトラックマンとあんまり差がないと言われてるんですけど、まあ、これも全部で15球ぐらい打ってるんですけど、まあ、安定して、いい数字が出てるかなと思います。で、ヘッドスピードに関してはですね、まあ、ここなんですけど、ミーボの方が、2% から 5% ぐらい早く出る結果で、まあ、これも前回と同じですね。はい。で、スピンがですね、これがですね、思惑通りで、まあ、こっちがメタルドットありなんですけど、やっぱり大きく下がってますね。でですね、まあ、トラックマンで上がって3500、まあ、ミーボもそうなんですけど、3500超えるっていうのはですね、まあ、私がなんぼヘボ食ってもですね、まあ、これはないなっていうのはあるんですけど、まあ、大体いいところに収まって、まあ、これは良かったかなと思いますね。で、で、前回、データを取ったときには、トラックマンとミーボで結構スピンに差があったんですけど、まあ、今回は差があんまりなくて、まあ、そういう点でも、どちらもですね、メタルドットを貼った方が正確に測れるのかなということですね。はい、ということでですね、まあ、スピンに関しては、これ非常に、思惑通りというか、説明書通りの結果になりましたね。はい、次がですね、ランチとスピンロフトですけど、これはですね、あんま差がないですね。で、スピンロフトはですね、まあ、こっちなんですけど、まあ、これあんまりミーボは正確じゃないかなっていう気がしますね。はい、次、キャリー総飛距離はですね、これはですね、まあ、スピンが減った影響で、このメタルドットありの方が、ミーボもトラックマンも数字が大きくなってますね。で、これは室内は特にそうなんですけど、
飛距離はね、ミーボの方がね、トラックマンよりね、だいたい30ヤードぐらい短いですね。これはですね、まあちょっと数字的には寂しいんですけど、まあこれはこれで安定してればいいかなっていう感じですね。はい、次、高さなんですけど、高さもまあスピンが減った分だけこう、ちょっと減ってるということですね。はい、ですね、以上が、トラックマンとミーボを並べて測定した結果でした。はい、次にですね、追加試験でですね、まあ私の自宅で、まあ屋根裏にちょっと場所があってそこで打てるんですけど、そこでですね、ミーボプラスで、やり直した結果がこちらです。で、まあここがメタルドットなしの平均で、まあここ平均なんですけど、でここがメタルドットあり、ここはですね、まあこのスピンだけ見るんですけど、スピンだけ見るとですね、こっちメタルドットなしですね。で、なしの方が、平均3600と。で、こっち、まあ、こっちがありの方なんですけど、ありの方が3800と。なぜか、メタルドットつけた方が多くなってしまった。で、これなぜかということで、よくデータを見るとですね、まず、メタルドットなしの方は、最大値が、まあ、3700ぐらいと。まあ、いつもだいたいこんな感じで、まあ、全部3500以上ですね。で、まあ、多いんでどうしようかなっていうことなんですけど、じゃあメタルドットをつけた方なんですけど、これはですね、まあ、2000回転とかが出てますね。しかしですね、この4900とかですね、5000いくつとかですね、まあ、今までにない大きい数字も出てると。で、まあ、これはね、多分なんですけど、これはね、二度読みしてますね。つまり、二倍に数えてますね。ということで、まあ、これが標準偏差なんですけど、メタルドットなしの方は標準偏差が136なんだけれど、メタルドットをつけると標準偏差が700、まあ、800近いということで、まあ、こういう、小さい数字と二度読みの非常に大きい数字が混ざっちゃうので、標準偏差が大きいと。いうことで、まあ、私の屋根裏ではですね、ちょっとメタルドットつけた方が、データが安定しないと。でですね、まあ、これ原因はですね、このボールからネットまでの距離が、まあ、2.4 メートルぐらいいるんですけど、実は今ね、2メートルぐらいしかないですね。なので、これが原因かなっていうことで、これはまあどうしたもんかなっていうことですね。ということでまとめですけど、まずトラックマンもミーボプラスも、まあ、メタルドットは貼った方が正確に測れるということが分かりましたね。まあそうなんですけど、まあちょっと今の自宅はですね、セットアップがあまり良くなくて、まあ、これはどうかなというのも課題として残りました。はい、ということでですね、ミーボプラストラックマンシリーズの動画、これからも上げていきます。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。